見とれるほどの戦いでした。フィルの密着取材です。クレアさんとルルさんの番ですよ。頑張ってください。クレア、ルル、よろしくね。うん、こちらこそ。疑似的に官能同期率を上げるための密着取材だよね。任せておけ。フィムのためなら一肌でも二肌でも脱ごう。荒髪はどこだ。100体でも1000体でもなぎ払ってやるぞ。ルル、フィムの前だからってあんまり張り切れすぎないでね。来ました、始めましょう。フィム、前に出すぎないでね。ありがとう。でも大丈夫、フィムもみんなを守るために頑張るの。散りなさい。片付いたか。フィム、怪我はないか。平気。あのね、フィムもみんなの動き分かるようになってきたよ。あ、私もその感じちょっと分かる。呼吸が合う感覚っていうのかな。異なる港の出身者がこれだけ連携できる部隊もそうそうないだろうな。最初はみんな別々の港に住んでたんだよね。うん、はじめはこんなに長い間一緒にいられるなんて思ってもみなかったな。私もだ。お前たちといるうちにいつの間にか孤独を感じることはなくなっていったよ。思えば私たちの心を一つにつないだのはいつもフィムだったな。荒波反応再び出現しました。対応をお願いします。行こうか。フィム、ついてくれるか。うん、危ない時はフィムが守る。頼もしい。よし、蹴散らすぞ。援護に助けられることも少しずつ増えてきたな。もう子供扱いしたら失礼かもね。本当？ええ。フィムはもうすぐ大人になるのです。叶えたい夢がたくさんあるらしいとユーゴに聞いた。フィムはどんな大人になるんだろうな。フィム、優しい大人になりたい。優しい大人か。言われてみればこの時代で本当に誰かを思いやれる人ってすごく少ないような気がするね。そうかもな。フィム、
その気持ちを大事にしてほしい。ティムなら必ず誰かの心を救う大人になれるさ。うん、ティムは家族を守れる優しい大人になる。約束する。ねえ、二人にも叶えたい夢があるの？夢か。そうだな。実は子供の頃からこの広い世界を自由に旅してみたいという気持ちがあったんだ。あ、フィムももっと広い世界見てみたい。ああ、対抗適応型装甲が実用化されれば今より夢に近づける気はしている。だが海域や航路、エイジとしての立場や所属する港の問題もある。叶うとしてもずっと先だろう。それまではお前たちの夢を叶えるための力になりたい。フィムもみんなの夢を叶えるお手伝いしたい。一緒だね。ああ、いつか海域の問題が解決してエイジに自由が約束される。その日までみんなと共に行くさ。クレアは？叶えたい夢ある？私？実は考えてることがあるの。今エイジの待遇改善が進んでいるでしょ。それに合わせて海域航行法の改正も検討されてるの。簡単に言うと、エイジを特定の港に専属させるルールを廃止して個人の意思を尊重できないかって。なんだと？それはつまり。うん、エイジ一人一人の希望に合わせて自由に所属する港を決められるようになるかもってこと。まだそういう意見もあるって段階なんだけど、私はビクトリアス家としてこの案を推していこうと思うの。そしていつかクリサンセマムや私たちの作る港がこの案のモデルケースとして機能すれば。そうだね、いつかは同じゴッドイーターとして対等になれる日が来るかもしれない。それはすごいぞクレア。エイジの未来が大きく変わるかもしれない。まだ具体的なことは何も決まってないんだけどね。けど私が次に目指すべきものだと思ってる。クレアかっこいい。フィム応援する。ありがとう。フィムともこうして家族になれたんだもの。フィムはきっと居場所を欲する人たちの希望になるから。みんなが家族になれる場所もうすぐできるね。みんな大好き。ずっとずっと一緒だからね。見とれるほどの戦いでした。素晴らしい戦いでしたね。特別に私の夕飯のおかず一つあげちゃいます。本日は
フィムと一緒に限界化域内の偵察をお願いします。皆さんどうかお気をつけて。付き合わせて悪いな。この辺りの偵察ならお前たちと一緒の方がやりやすい。ついでに前からせがまれてたフィムの取材ってやつに答えようと思ってな。と言ってもレポートの発表は済んだんだろ。今さらかもしれないけどな。ううん、大丈夫。行こう。行くわ。始めるか。フィム、あまり無理をするなよ。うん。物の反応はなさそうだな。この調子でザクを片付けるぞ。ここにはたくさんの仲間が眠っている。あまり荒神に荒らされたくないからな。仲間、ニールの家族。次が来たな。一気に蹴散らすぞ。仲間、家族、本当の家族。フィム、元気がないようですが大丈夫ですか？フィムは、片付いたな。だがフィム、どうかしたのか？あのね、フィム、学校でみんなのレポートを発表したの。お母さんのことも船のみんなのこともフィムの本当の家族だって。だけど学校のみんな信じてくれなくて。え？お母さん、フィムは本当にみんなの家族なの？フィム、学校で船のみんなのこと自慢したの。お母さんはクリサンセマムの寄進で、ハウンドのみんなはフィムの家族なんだよって。だけどみんな信じてくれなかった。フィム、どこで生まれたのかわからない。みんなと血もつながってない。なら、それは本当じゃないんだよって学校で言われて。フィム、嘘ついてないのに。フィム、それは。なるほどな。学校で教えられることだけじゃそう思われても仕方ないのかもしれない。なあフィム、ここには俺の家族が大勢眠っているんだ。ニールの家族？赤の女王の人たち？でもニールの家族はジークとキースじゃないの？ニールの本当はどっち？どっちも本当の家族さ。え？確かに兄貴とキースは血を分けた兄弟。俺の本当の家族だ。だがな、俺にとってはこの場所で共に過ごした仲間たちも本当の家族だったんだよ。同じ苦しみと痛みを分かち合い、そして同じ夢と未来を目指した家族だった。フィム、よくわからない。難しいことじゃない。
大事なことは目の前にいる相手を心から大切に思えるかどうかなんだ。その気持ちに自分の心に嘘がないのなら、人は誰とでも家族になれる。自分の心、ベルナーの受け売りなんだが、自分で言うと少し恥ずかしいな。だが俺はその言葉を信じた。その思いが絶望の中で俺たちをつなぎ止めたからだ。だからな、今自分の心を信じてやれ。お前の出した答えだけがたった一つの正解なんだ。そしてお前の答えにまっすぐ向き合ってくれる奴はすぐそばにいるんだぞ。ニール、うん、ありがとう。そろそろ帰るか。エイミー、祈祷準備を頼む。